はい、どうもこんばんは。カズチャンネルのカズでございます。はい、改めまして、こんばんはと。はい、今回はですね、もう皆さんも寝るときはね、なんか下いろいろ敷いてると思うんですけども、こちらですね、エムリリーのマットレスでございます。とりあえず言っとくとさ、私って今年に入ってからさ、ベッドタイプから敷布団タイプに変わったじゃん。知らなかった？なぜ変わったのかというと、敷布団のね、ある程度のあの硬さが好きなわけ。ただですね、あの敷布団、デメリットちょっとございまして、結構ね、私、こうやってさ、若干この、横向きになって寝るのが大好きなわけ。その時にね、敷布団だと、下がちょっと硬すぎてね、でもね、これはね、気持ちいいんだよな。いや、いや別に深い意味はないよ。純粋に気持ちいいってこと。ではですね、ちょっとこちら中身の方見てみましょう。ペラーンとね。はい、こんな感じですね。上が柔らかめ。そして下がですね、高反発ウレタン。そうです。ちょっと硬めになってるんですね。それで、これで寝てみるとね、上の柔らかめの層が体を包み、いい感じに体重を分散させてくれる。そして下がね、高反発ウレタンだから沈みすぎず、こうやって寝てみてもほら、なんかね、優しい感じに包んでるでしょ。それでこの柔らかさね、実際に触ってみないと何とも伝えるのが難しいんだけど、ここはレビューアーとしてちょっと例えてみようかな。分かりやすく言うと、飴とムチ。いや、分かりにくいか。普段は優しいけど、厳しい一面もあるお父さんみたいな。いや、あれです。レビュー欄見てください。下の概要欄の方にですね、こちら購入ページリンクありますけども、そちらの方にレビュー欄がございます。そちら見るとですね、多くの方のコメントあるので、すごい参考になるかと思うんですけども、買っている人の中にはですね、腰痛持ち、肩こり持ちですかね。なんか今の自分の寝具に合わなくて、買い替えたっていう方が非常に多かったような気はします。そこでね、そこら辺はどうなのっていうことに私ね、ちょっとお答えしたいなと思ったんですけども、腰痛、肩こり感じたことない。ただね、このマットレス使ってから変わったことが一つだけございます。これはですね、ある意味メリットでもあり、デメリットでもあるんですけども、すごく寝心地はいい。すごい深いんですよ、眠りが。ただですね、気持ちよすぎて、朝起きれなくなった。いや、もちろんこれはね、人によってだからね、スッて起きる人が大半だと思うよ。ただね、一部、私のように眠りが深くなりすぎて、なんかね、布団から出たくないみたいな感じの方もね、いらっしゃるかもしれませんので、そこら辺は皆さんご注意ください。ただね、室内で使えばね、これは気持ちいいのは間違いないよ、寝心地いいのは。そこで、もうちょっと環境が悪い場所で使ってみる。そんなわけで、ちょっと移動してみましょう。はい、そんなわけで、キャンプにやってまいりました。今回下はですね、コンクリなんですけども、硬くて、そして冷たい。家みたい。はい、今テントの中はこんな感じでございます。おやすみ。はい、どうも、おはようございます。テントの湿気でちょっと曇ってきてるな。曇ってきたぞ、なんか。どうでした、アリちゃん。気持ちよかった。はい、ってな感じでございます。ちょっと地面のね、コンクリの冷たさが来るかなってちょっと心配だったんですけども、全然なかった。はぁ、もうちょっと寝ようか。はい、キャンプではこんな感じでございました。下からのですね、冷気とか結構気にはなってたんですけども、そういった熱もですね、下から伝わることなく、とても暖かく眠れました。そんで今回のタイプですね、もう少し詳しくちょっとお伝えしましょう。今回のものはですね、こんな感じ。はい、はい、こんな感じで折りたたむことが可能でございます。それでこの折りたたみのちょっといまいちなポイントを挙げるとすれば、こうやって広げてみてね、よいしょよいしょ。こう寝てみたときに、この継ぎ目、
この折り目が気になるっていう方も中にはいらっしゃるみたいなんですけども、まあ、実際ですね、これ何日も使ってるんですけど、寝てる最中にね、僕の体が雑なのかわかんないけど、折り目の感触わかんないんだよな、これ。そんで寝ることにおいてね、この寝返りって結構重要だよね。この横行ったりさ、右行ったり左行ったり、上はないか、さすがに。やっぱ沈みすぎるとね、この寝返りがさ、打ちにくいやつもあるじゃん。それはそれで、好きな人もいるかもしれませんが、私はですね、こんな感じで右や左にね、簡単に動けるタイプが好きなんでございます。そして今現在はですね、この白っぽいやつ使っておりますが、実はね、てれーんとね、ちょっと敷きます。はい、実はこんな感じ。二つ、二種類あるんですね。まずこちら白い方がエコヘルスシリーズ。先ほど説明したように二重構造で柔らかくもありつつ、ある程度の硬さもあるというもの。そして次こちらの青いのが有反発シリーズでございます。こちらもですね、上の方に柔らかい素材、そして下の方にですね、少し固めの、高反発ウレタンが入ってるんですけども、またね、弾力がエコヘルスシリーズと違ってきます。あと弾力以外にも少し言っておくと、カバーが結構違いますね。こっちの方がね、ほらこんな感じでちょっと伸縮性のある、なんか肌触りがですね、すごいなんか気持ちいいやつなんですよ。それで簡単にですね、寝比べてみるとこんな感じです。こちらの方はですね、なんだろう、例えるとすると、まあ餅っぽい感じかな。餅の上で寝てるような感触。ほんでこっちの方に行くとね、よっこいしょ。こっちはですね、なんだろう、マシュマロ。いや、どっちもね、どっちも気持ちいいんだけど、カズさん個人的にはちょっともちっとした感じが大好きでございます。またですね、こちら、配送時はこんな感じになっております。そう、圧縮されてかなりコンパクトになるんですね。なんでそれを広げてみて、8時間から10時間ぐらいかけて、その性能を発揮できるような弾力に戻るわけでございます。はい、とまあこんな感じだったんですけども、いかがだったでしょうか。いや、今回のこの寝心地をですね、動画から伝えるのはね、本当に難しいんですけども、まあ、今回のポイントはですね、柔らかいけども硬くもあるってのがやはり最大のポイントだと思います。こちらですね、商品購入ページにつきましては下の概要欄の方に貼り付けておきますけども、購入する際はですね、ぜひレビュー欄の方を参考にしてみてくださいませ。やっぱりね、いろんなレビューがあるからね、購入する際の参考になるかと思います。以上、こんな感じで、Mリリーのマットレスのご紹介でございました。